皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのは SH フィギュアス真骨頂製法からでございます。待望でした。はい、仮面ライダークーガドラゴンフォームでございます。はい、来ました。チャンネルライダーヒロね、私クーガ世代ですので、クーガのフォームチェンジ系ね、もう真骨頂製法で出てほしいなと。やっぱりね、マイティフォームだったり、ライジングマイティだったり、そしてアメージングマイティアルティメットフォームだったり、よいしょよいしょのね、推しになりそうなフォームっていうのは真骨頂化されてきて、でもね、やっぱりサブフォーム、ドラゴン、ペガサス、タイタンだったり、このあたりの真骨頂がね、やっぱ高クオリティのフォームチェンジのフィギュアも欲しいと思ってたので、ついに商品化、そして到着でございます。いや、これはほんと楽しみにしてました。もう、開けるのが楽しみです。ということでね、クーガ世代の私が、徹底的にね、真骨頂クーガ、ドラゴンフォーム、見ていきたいなと思います。ということでね、まずパッケージ紹介でございます。まずドラゴンフォーム、表紙かっこいいですね。そして魂クオリティシール。はい、写っております。横は、クーガドラゴンフォーム。そして反対もクーガドラゴンフォーム。上は、静止フィギュアですね。そして反対側はこのようになっております。はい、真骨頂製法のね、フォントでちゃんと、表現されておりますね。サンプルポージングもしっかり、このように写っております。はい、ということでね、そのバカの方、紹介させていただいたんで、中身ね、見ていきたいと思います。楽しみです。それでは開封します。この動画は、チャンネルライダーヒロの提供でお送りします。はい、ということでね、内容物紹介していこうと思います。まず、こちらね、説明書の方ついております。ドラゴンフォーム。そして本体でございますよ。対面でございます。うわー、かっこいい。いやー、私ね、クーガのフォームの中ではドラゴンフォームが一番好きなんですよ。速さだったりね、ドラゴンロッドを使う姿だったり、とってもかっこいいんでね、初戦はね、まさかの敗北という、とんでもない登場の仕方をしたんですが、やっぱり子供ながらにね、その衝撃の登場に心を奪われましたね。負けるというよりは、もっと高く飛ばないのっていう気持ちで5台が飛んだ時に、急に変わったんでね、いや、本当にびっくりしました。人生初のフォームチェンジをね、人生初というか、まあ、ちっちゃい頃なんでね、初めて仮面ライダー見て、初めてフォームチェンジした姿っていうのは、本当にね、強く印象に残ってます。かっこいいです。いや、本体かっこいいですね。クーガシリーズはね、体格もとてもしっかりしているんですが、今回ドラゴンフォームになったことで、アーマーだったりね、新規造形の部分があるんですが、それもしっかり表現できています。カラーリングもね、劇中同様素晴らしいですね。アークルのブルーも素晴らしいです。ということでね、内容物もね、先見ていこうかなと思います。はい、ということで、内容物の方は、ドラゴンロッド、伸びてるバージョン付属してますね。そして、握り手、そして、開き手、そして、長変身だったり、ポーズつける時の手首、こちらもついております。はい、ということでね、付属してる商品は以上になるんですが、ドラゴンロッドね、まあ、一つついて欲しかったなーっていう点があるとしたら、短いモード。まあ、一瞬しか持たないんですが、シャンシャンって伸びる前のモードもついて欲しかったなーなんて個人的には思っていますが、全然、まあまあ、ポージングつける上ではほとんど使ったりはしないので、まあまあいいかなーなんて個人的にも思っております。またね、現在、プレミアムバンダイで受注中の、真骨頂製法仮面ライダークーガグローイングフォーム。こちらに仮面ライダークーガのね、このドラゴンフォームに使える、武器を変化させる前の、カラーコーンとカラーコーンの間にあるしましまなの棒、こちらがね、属しているということで、ドラゴンフォームを持っている方はぜひね、このグローイングフォームも買って、武器を変化させる前の、ポージング、これも再現できるので、お見逃しなくということで、お伝えしておきます。ということで、内容物の方一応すべて確認することができましたので、本体の方ね、開けて、実際のものを見ていきたいなと思います。はい、開けますよ。はい、ということで、中身の方を開けさせていただきました。うわー、メタリックブルーがね、すごくいい色してます。っていうのはね、やっぱクーガのドラゴンフォーム、ギラギラなメタリックなブルーではないんですよ。ちょっとね、半光沢よりもちょっと光沢はある方のこの、独特なブルー。これがしっかり再現できているんですよ。いいですね。それなりにね、主張が強すぎない。ちゃんとメタリックブルー。そして、このね、両端の方にあるこの
薄めのメタリックブルー、こちらはねギラギラしてて当然なので合っております。いいですね。いや嬉しい。それ以外はねマイティフォーム系のねカラーリング違いとなっているので、説明の方はねまた省かせていただきます。やっぱりねアークルのね真ん中の色変わるだけでも随分印象違いますよね。いや嬉しいな、かっこいいな、ドラゴンフォーム。いいですね。この肩の部分も新規造形ですね。マイティフォームと違ってとてもシンプルにね、ただ本当に肩パッドがついてるだけっていう感じなんですが、いやーこれだけで全然フォームチェンジを体感させてくれるクーガ、さすがですよね。はい、ということでね早速ね中身の方、ざっと紹介させていただきましたので、今回もねチャンネルライダーヒロ、いつもやらせていただいておりますポージング参戦、こちらの方クーガドラゴンフォームでもやらせていただこうと思います。やっぱりねクーガ世代ですのでポージング非常にこだわりがあります。ぜひ皆さん参考にしてみてくださいね。ということで、一つ目、ドラゴンフォーム武器なしで構えてる時のドラゴンフォームのポーズ、こちら行きたいと思います。ということでね手首の方、開き手の方に変えてねまた、ポージングしていきたいと思います。はい、ということでね一つ目のポージング、構えてる時のねドラゴンフォーム、武器なしバージョンということでございます。ドラゴンフォームねまたマイティフォームと違ったポージングでね、構えたりしております。またね武器のない時にねドラゴンフォームになったりすることも、よくあるので、その時によく見られるポーズですね。ちょっとね今カメラの角度だと、分かりにくいんですが、ちゃんとね目線を合わせたかっこいいポージングすると、こうすると劇中でよく見てるポーズっていうのは分かるんじゃないかなと思います。はい、そうなんですよ、かっこいいですよね。こうやってポージングしっかり角度をつけて見てみると、はい、ということなんでね、このポージングの特徴はね、なんて言うんでしょう、表現としたら何かこう丸いもの、大きい丸いものを掴んでるような感じ、手を開いてそれをイメージして、ポージングしてみてください。ドラゴンフォームいつもこのようなポージングしてるんで、そうするとね、自然とこのようなポージング決まると思います。腰の部分もしっかりね曲げを入れてあげて、そして目線もちゃんと前に合わせてあげる。ドラゴンフォームちょっとまっすぐでそういうポージングはしないので、しっかり曲げてねこのようなポージングしてあげると、劇中っぽく決まりますね。はい、ということでね、一つ目のポージング、構えている時のねドラゴンフォーム、武器なしバージョンでございます。続きましてね二つ目のポージング、ドラゴンロッドを構えている時のクーガドラゴンフォーム、こちら行きたいと思います。ということでねまたポージング変わりますので、右手の方をね武器持ち手にしたいと思います。はい、ということでね二つ目のポージング、ドラゴンロッドをね構えている時のクーガドラゴンフォームでございます。はい、こちらの方ね、ポージングの特徴といたしましては、はい、ドラゴンフォームって、ドラゴンロッドね、なんて言うんでしょう、脇に抱えるようなポージングでね、よく持ってるんですよ。っていうことなんで、普通にこう、持つんではなく、ちょっと小脇に抱える感じ。でもちゃんと持ってる。これをね、ちゃんと表現してみてください。そして前の方ね、手をちょっと前に出している感じ。こちらもね、表現必要だと思うので忘れないでください。そしてね、下半身も、臨戦態勢っていう感じなんでね、しっかり、このように足を曲げてねポージングしてあげてください。やっぱりねクーガのドラゴンフォーム系は最初に言った通り小脇に抱える感じの、ポージング、これが一番似合うと思うので、ぜひね、皆さんポージングする際は忘れないようにしてみてください。ということで、最後ね3つ目のポージングいきたいと思います。3つ目のポージングはねクーガのドラゴンフォーム、スプラッシュドラゴンをしてる時のクーガドラゴンフォーム必殺技ですね。それの、ポージングしていきたいと思います。はい、ということでね、スプラッシュドラゴンを決めてる時のドラゴンフォーム、こちらのポージング再現させていただきました。こちらのポージングではね飛んでバシーンって打ちに行ってる感じ、この角度とか見るとリアルなんじゃないかなと個人的には思うんですが、ウォリャーって来てる感じですね。これ、しっかり飛んでるんで、足は開いてねこういう風にちょっと曲げてもいいかもしれません。こういう風にで、手もバッと開いて、そして、相手の方にねドラゴンロッドが当たるようにこう手首の角度もしっかり決めてもらって、で、ドラゴンロッドの先の方に目線を合わせてちゃんとこうですねしてあげると、スプラッシュドラゴンのポージングかっこよく決まると思います。かっこいいですね。こちらのポージングする際はね別売りで売っている魂ステージの方を使っていただくと、このようにしてね飾ることできるんで、皆さんもね魂ステージを使ってこういう風にスプラッシュドラゴンの再現もしてみてはいかがでしょうか。
ということでね、クーガドラゴンフォーム、ポージング参戦の方も紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？クーガのドラゴンフォームね、商品化非常に嬉しかったです。私としても本当にね、待望でした。アンケートの方にもね、クーガ系のものにはよく書いていたので、今回の商品化でね、さらにクーガのフォームチェンジ発売していってほしいななんて思ったりもしております。現在のところね、クーガペガサスフォーム、そしてグロイングフォームがね、発売済みだったり、発売決定したりしておりますが、ここからね、ライジングドラゴン、ライジングペガサス、そしてタイタンフォーム、ライジングタイタン、ここまでね、もうここまで来たなら乗りかかった船ですよ。バンダイスピリッツさん、一気に商品化していってほしいなと思っております。楽しみですね。もうね、今後のね、SH フィギュア2クーガシリーズ、一気にコンプリートに、駆け上がっていってほしいなと、楽しみにしつつ、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画、よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。